こんにちは、福岡のギャラリーのろぺこです。こちらはバラモチーフのパッチワークキルトの作品、巾着とポーチをご紹介していきます。猫の生地にバラのアプリケ、番号57番です。紐の先のポンポンもおしゃれで可愛いでしょう。逆側もこちらお花のアプリケがあります。内側バラの生地ですが、ポケットがあるのが分かりますか？ポケットの口部分にはレースがあしらってあります。58番です。同じ猫の生地ですが、お花の部分は違います。ポンポンの部分と後ろから内側同じバラの生地です。54番も猫の生地、そして真っ赤なバラです。ポンポンと後ろからです。内側です。番号100番は1点だけ小さなサイズの巾着、きなりの生地に黄色のバラ、そしてポンポンと後ろもおしゃれなデザインなんです。こちらの巾着は中央部分に大きな仕切りがあります。使い勝手も良いです。こちら3点のポーチは口部分が大きく開いて使いやすいです。番号10番、バラの部分にラメが入ってるのが分かりますか？そしてこのベースの部分もステッチがすごいでしょう。後ろも葉っぱのデザインで、底部分のまち、本体ファスナーで開閉です。このような感じでガバーッと大きく開きます。そして内側にポケットがあります。番号26番、形は同じです。バラのお花もよく見ると花柄の生地です。そして星のストラップがついています。番号25番、くすみピンクに明るめのピンクのバラ、こちらは葉っぱのストラップがついています。それぞれ1点ずつです。番号17番、こちらは深さがあるポーチで、バラのお花は花柄の生地、こういった小さな丸も可愛く仕上げてあります。後ろも葉っぱと小さな丸のアプリケ、そして白猫のストラップがついています。内側は両サイドにポケットがあります。番号103番、こちらはちょっと変わった形をしてるんです。ファスナーの始まりがここで、こんな感じで開きます。きなりに青のバラ、こういった感じのアプリケも可愛く仕上げてあります。後ろのデザインです。底部分、黒猫のストラップがついています。開いてみるとこんな感じで大きく広がります。そして内側にはポケット。こんにちは、あたちこごめちゃんです。